放送席、そして全国のホークスファンの皆さん、勝って王手をかけましたホークス、今日のヒーローは先制のツーランホームラン、柳田悠岐選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。勝てば王手をかけられる非常に重要な試合、まず試合にどんな気持ちで臨んでいたんでしょうか。リラックスして臨みました。はい、最初の打席ランナー1人を置いてワンボールワンストライクからアウトコースのボールを打っていきましたが、どういう狙いがあったんでしょうか。力を抜いて勝ち上げるっていう感じです。はい、柳田選手らしい非常に高く上がった打球だったと思うんですが、手応えはどうだったんですか。まあ、いいスイングができたんでホームランになるかなと思いました。このシリーズに入ってからヒットは出ていましたがホームランがありませんでした。ご自身の状態というのはどのように感じてたんでしょうか。まあ、普通ですね。はい、ただ柳田選手のホームランファンは楽しみにしていたと思います。いや、まあ、そうですね、喜んで、いただけたら嬉しいです。そしてチームは今日も8得点、非常に打線が活発ですが、チームの雰囲気、選手会長としてどう見てますか。いや、本当頼もしいチームメートなんで、また明日頑張ります。敵地に乗り込んできてこれで3勝2敗、王手をかけました。2年連続の日本シリーズ進出まであと1つです。はい、あと1つ、勝てるように頑張ります。ファンは日本シリーズ進出を楽しみにしていると思います。メッセージをお願いします。あと1つ勝ちます。ありがとうございました。今日のヒーローは先制のツーランホームラン、柳田悠岐選手でした。おめでとうございます。明日決めるというね、ファンの強いメッセージも